七子のノブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも、七子と、かつて先輩だったものです。今何なん？今なんか、黒い塊となっている、ぐにょぐにょした何かわからない。いろんなものの悪意を詰め込んでしまって。かつては人の形を保っていたのに。ラストバトルじゃん。ラスボスの最後の最後の姿、最終形態。はい、というわけで今日は七子さんとラスボスで一緒に開封をしていきたいと思っております。その開封というのがニココレという僕が初めて ZEP 横浜に立ったイベントで、頂戴しました差し入れでございます。すごいすごい量よ。縦にしたら七子さん2人分ぐらいのそうね、はい、縦に全部積んだら高さになりましたね。おお、大体ね160センチぐらいだもんね、この箱の高さ全部積んだらね。そうですね、なんで俺80センチなんだよ。ああ、毎度おなじみ七子さんの身長いじりですけど妖精かおが。はい、じゃあ開封していきましょう。はい、さーて今回も俺たちがこのな手荷物検査の仕事していかなきゃいけないわけだからこの間税関、はい、検問所のゲームやったから俺ら鍛えられてるからね。いやそうですよ。じゃあぬすけくんよろしくね。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはこれ全部ビアコチャプチャブラザーズさんにね、はい、送る用の荷物だよねこれね。そうですね、はい、はいはい、一応 X 線のスキャンは通してるんで怪しいものないはずなんですけど、はい、一回目視でやっぱ確認しとかないといけないと思うんで。はいはい、じゃあちょっと見ていきましょう、はい、あらこんなん喜ぶんじゃない。あらビアチャプさん。あ、そうですね、ほんのり生姜香る豚汁。はいはいはい、はい、いいですね。おい、見逃さないぞ。またですか？このめぐりズムだけ、おなんか丁寧にこの袋に、茶色袋に。袋の中、めぐりズムだけ入ってたんだ。バリカツとかなし。おい、見逃さねえぞ。はい、というわけで、ナナコナムチャンネルのこのね、差し入れ開封ではね、はい、みんなバレないようにめぐりズムをこう送ってくるっていうね。そう、毎回やられるんですよね。はい、で、僕たちこれは税関通さないようにこうね、ノー、ドンね、そう、赤色の、赤色のデナイトのハンコ押してね、こう止めなきゃいけないんで。あ、これかわいい。見てください。これ、メロンクリームソーダ。のチョコレート使いたい。うん、チョコレートみたいですね。あ、で、あ、これもかわいい。見てください、先輩。めぐりズム。かわいくねえや、別に。ドン出ない。前回の分、まだ俺、消化しきってないからね。めぐりズム。一生分のめぐりズムあるからね。一説には、奈良子さんちのめぐりズムが、温暖化の原因なんじゃないかな。あったかめちゃめちゃ発熱してるから。あ、かわいい。スイカは、スイカはね、スイカはクリップ。おう、これはこれこれはチュアッシュ。これアッシュきましたね。そうなんだよね、最近類似系のなんかあったかほぐし系用品が大量に。ナイトミン耳ほぐタイム、検問官泣かせのね、うん、新人はこれ通していいかどうかは、まあ、分かんないですよね。まあ俺らぐらいになるともうこんなんもうね、ノールックで出ない、ノールックで出ない。オリジナルパフュームオイル、お化粧品的なみたいですね。へえ、珍しい。パフュームオイル、香水みたいなもの。オイルって書いてるからちょっとどうなんだろう。待って、なんかストーリーもあるわ。あ、本当。行きつけの喫茶店のいつもの席に座ると、うん、隣の席の男たちが女性の美しさについて議論していた。お、歩き方が美しいのがいいという男がいる。言葉遣いが美しいのがいいという男がいる。髪が美しいのがいいという男がいる。どれも合っていてどれも違うと私は思った。でも誰もが幸せそうな顔で語っているのを見て、私はメニューを選びながら穏やかな気持ちになった。そんな香り、どんな香り、わかんねえよ。ポエムが抽象的すぎて。俺はそれどんな日につければいいの。何曜日につければいいの、この香りは。誰に感情移入していいかわかんないし。どれ、語ってる男、語られてる女、どっち。博多チョコパイオー、パイオー、パイオーなんてあんだね。あ、待って、これ、かわいい。季節外れでごめん、申し訳ないです。手に入れた時は冬でしたって。でも、ブラッキーとか、多分 V 字のブランケットだ。はいはいはい、はい。これめっちゃかわいいね。あ、うお、来た。あるぞ。V マックス、クライマックス。これはもう最近もう全然、もう去年のね、あれだからハイクラスパックだからもう全然手に入んなくて、ありがとうございます。これマジでうまそう。ナルト金時ポテト。あ、スイートポテト、スイートポテト好きなんだ俺。スイカワ、スイカワハンカチ、スイカワハンカチ、ボロボロになるまで使ってるからな。スイカワ、あ、待って、これもいいぞ。見て、実家で見たことあるやつだ。味付け海苔、いいね。ただね、ちょっとこれ見てください、これ世界一美味しい海苔です。うわ、なんかそういうコメ、ポップアルトより惹かれるよね。いや、ちょっと惹かれちゃうな。食べる。
いやちょっとたまにはねこれぐらいのご褒美がねえとやってらんないよ入国審査も。仕事中に焼き海苔食うなよ。よいしょ、はい、あマジでうまい。こう俺食べた中でもベスト焼き海苔かも。これマジでうまい。本当にうまいね。これはハンカチかな。あれだね、アンパンマンのハンカチだね。おお。なんかさ前回くらいか、うん、先輩のとこのチビにちょうどいいんじゃない。ああちょうどいいちょうどいい、うん、ビワチャップ刺繍。あえわ刺繍じゃん。こんなのあんだ。いやでも待ってマルシーで柳瀬ワッペン自分でつけてくれたんじゃない。ワッペンとあのお名前シールみたいなだ出たとしたらなんかマルシー柳瀬がちょっとまずくないですか。マルシー柳瀬クレジット乗ってるのもまずくないですか。いやもしくは、うん、こうなんかアンパンマンミュージアムみたいなところでこうなんかわかんないけどビアチャップって作れたりすんのかな。あかもかも。おいおいおいこれ写してくれ誰。おい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 これ誰の何。俺じゃん。えちっちゃい頃の俺の写真だよツイッターにあげた。ちょっと待ってこれ何実家からの差し入れ。何何誰が誰これ何なの怖いよ。謎にノスタルジーを感じ。ちょっと待ってなんか お手紙なのかどうかなと思って確認したら、はいはい、うん、なんか俺と剣士と繁盛えこれ何これ奈々子さん自分で入れたもしかして思い出のやつ。いやいやいやあ待って、ああポケカが入ってる。おこれは、うん、スリーブの差し入れってことかな。ポケカが入ってない。あこれをなんか使ったらどうですかみたいなことかな。確かになかこれなんかドッキリに使えそう。オリッパ開封みたいなドッキリで使えるかも。ありがとう。写真最近あんま現像しないじゃん。うんいいねそれ1枚ちょうだいよ俺財布に入れとくからさ。なんでだよ奈良さんの可愛いやつ。あんたの息子だと思われるよこれ。おい見逃していいやつだこれは。あバブはいいんだ。これはバブは見逃して。入浴剤はオッケー。入浴剤は大丈夫ですよ。ありがとうございます。ボケカのカードラボ仙台の500円ガチャです。ありがとうございます。え？あこれすごいね。ちょ待て。これねポケモンウエハースチョコなんですよ。まあポケモンポケモンウエハースチョコはいいんですけど、うん、あのそうですよ業務用で来てる。うん待って。あれあなんかあれこれ。すでに開いてますね。おおで全然わかんない。ウエハースがいっぱい入ってて、おいいじゃん嬉しいじゃん。いっぱい入っていっぱい入ってるすごい。あで別になんかポケモン、おはいはいゼリーも入ってる。わざわざ自分でこれなんていうか継承してくれたのか。あぶねえ見逃すとこだったぜ。あこいつ裏側に貼り付けてやがったな。おかしいな開いてるなと思ったんだよてめえ。すでに開封されてるときはこれまず疑えって研修で習いました。これは見逃すとこだった。なんかの違和感があったんだよな。あ第六感が働いてたんだ。さすが。やっぱ俺らこれさこの部屋にさ CT スキャンをさちょっとやっぱさ、うん、設置しないとダメだよな。入り口のところでね。あその方が早いよ。面白そう。回転寿司ポーカー。おへいお待ち。白だし。なんかクレジットカードみたいなやつが入ってるんだけど、ちょっと待ってね。なんか入ってる。あーポケカだ。ポケカが入ってました。ありがとうございます。うわうまそう。黒豚味噌。うわもう味噌豚だし味噌だし最高じゃん。ナイトミン耳ほぐタイム出た。さっき余った。この種類はまだ合法だとお聞きしましたね。そのまま袋に出ました。これを使ってリラックスしてください。そうまだ法の整備が追いついてない。いやもう違法になりました。あもう違法だった、はい、あということです。はいもうねいろいろ日に日に法整備はね移り変わっていく。なるほどね意外と早く動いてんのね。吉祥寺駅になったポケモンカードのジャンギより2000円3000円のガチャです。へえ吉祥寺駅あるんだ。ありがとうございます。こちらはこちらで男を磨く4種の香りメンズ入浴剤いただきました。ありがとうございます。いいやちょっとセクシーなね入浴剤でちょっと男磨きたいと思います。はいじゃあ2箱目開封していきます。はいまだありますね。あとさっきこちらもありました。ありがとうございます。ニャオハのニャオハのアイマスクかな。ありがとうございます。はい次行きます。んなんだ警報だ。めぐりずみ見逃したか。いやそんなわけはない。おいちょっと待て。いやなんかあの箱の裏のやつも全然。おい何あ太陽。はいはいはい。それ未開封。おこれが未開封だと思って完全に見逃してるぞ。すごい。あー太陽だと思って。あーあっつねー見逃すとこだった。これすごいね。
びっくりした。最後のセンサー反応したから何とか間に合ったけど、まさかもうちょっとで我が国にメグリズムが密入国密入されるとこだったぜ。開いてたら絶対疑うのよ。その心理の裏書いてる。レオンのウイスキーボンボン。ウイスキーボンボン、うん、美味しそう。あ、でちいかわのウイスキーボンボン。ウイスキーボンボンじゃないの、ごめんなさい、チョコアソートでした。ちいかわにお酒のチョコレートないんじゃん。これね、多分裸で入ってたんだけど。あー、ペンライトじゃない、うん、なんかパキって折るやつだね。あまりとか言うじゃん。違う。まあイベントでね、使ったやつ残ったのかもしれないね。ルイスじゃん、俺の一番好きなブランドの。なんだこれ、白シャツ。待って、ルイスの白シャツでした。白シャツなんだけど柄が、うん、わからない。なんの柄これ、わかんない柄だね。あのうなぎのうって書いてるやつみたいな。あのうなぎ屋ののれんみたい。うなぎ屋ののれんシャツだ。すごい、これで奈良子さんいつでもうなぎ屋開ける。ルイスそんな展開もしていたのか。あーでもやっぱふわふわで気持ちいい。修行の時間かかるぞ。あ、これも結構地味に助かるね。チーカーのマスクです。チーカーのマスクなんてあんだね。え、あいしょ。あー美味しそう。良きね、これ見て。おお、アイガモスモークと黄金鶏皮揚げ。うまそう、これうまそう。はい、戦うマヌカハニーと、あ、もう俺喉がねぶっ壊れてるからね。あとラベンダーの香りのながらホット。アイマスクじゃねえか、おい。おー、これもうダメなんだっけ。アイマスクじゃねえかこれ。危ない。目温めるやつはもうほんとダメ。危ないよ。こちらいただきました、お芋けんぴ。お芋けんぴ、お芋けんぴ、お芋けんぴなんだけど全部味が違うのね。梅かつおチーズとかすごいブラックペッパーとか、お芋けんぴが。そうなんだね。あのついてるでおなじみの。あとね、うん、ニャオハの、うん、ニャオハのなんか、ニャオハが何か持たされている。何かを持たされている。ニャオハが、そこで挟まさせられるんじゃない。あ、手がクリップに改造されたニャオハだ。マッドサイエンティストのせいで。あ、これかわいい。これ嬉しいね。フォークとスプーン、ありがとうございます。奈良子さん、前回の差し入れで、メグリズムがタイマー扱いされてて悲しかったです。今回も負けじと入れときました。おう。こんなストレートに入れられてもね、逆に裏書いてくる感じ。おい。ドーン、ディナイ。メグリズムはね、そう、あの中毒性がタイマーと同じなのよ。いや、ちょっとね、もうずっと使ってるともうこれだけ眠れなくなっちゃうから、うん、危険なのよ体に。あ、かわいいニャオハだ。製剤ほどじゃないから。ありがとうございます。合法化の動きも出てんだよね。怒られるぞ俺はメグリズムに。医療用めぐりで、はい、冗談です、あくまでフィクションです。こちらね、うん、スペフェスのゲームコーナー、あれですね、俺が駄菓子紹介したコーナーのやつですね。もぎもぎフルーツグミとタラタラしてんじゃねえよ。これと、駄菓子紹介するコーナーって何なの。いや、あったね、そのイベントの中で。駄菓子といえばのコーナーがあったのよ。ああ一番盛り上がるでしょ。駄菓子紹介するコーナーが。みんなそれ聞きたくて来るんだから。あ、俺なんか9個ぐらいある四角いグミ、つまようじとか。なんかありましたね。あった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 。名前わかんない。あれなんだっけな。あったあった。お餅みたいなやつ。そうフルーツ餅みたいなやつですね、うん。あ、この穴のゲーム面白そう。何それ、うん、ここにタイトル書いてるのかな。社長は定時で帰る。なんで当てつけか。部下に仕事をつけて定時で帰宅しようっていうゲーム。いいゲームですな。で、誰よりも先に出世して社長で定時帰宅を目指せって、うん、面白そう。なんかいいね、これちょっとできそうですね。よいしょ、ありました。めぐりずむ足パック。足のパターンもあるんだ。はい、これめぐりずむコーナー行き。ななこ様、最近の押し水です、冷やして飲んでくださいって。大吟醸米のささやき。水じゃねえよな、これな。なんかそういう言い方おじさんっぽいな、なんか。これ水じゃねえよ。ビールのこと、大人の麦茶とかいう。だって米がささやいてんだもん、これ。水じゃねえよな。米がささやいてるよね、完全に。なんだこれ、ミライドン強インコ。ボケコ？あ、ボックスかな？ああ、なんかぽいね、大きさ的に。バイオレット EX。あとお手紙も入ってる。ちょっと待って、何？俺のレーダーが反応してるな。え？これ中にメグリズム入ってるっぽいと思う。入ってるわけないでしょうか、これ。いや。匂う。バイオレット EX ですって。いや、なんかラベンダーの匂いが匂うぞ。なんだよ、じゃあ開けてみろよ。俺でメグリズム入ってたら停止したもんだよ。開封せずに横から。あ、ポケカでしたわ、これ。なんかおかしいなと思って。
色に騙されたこの紫があのメグリズムのラベンダーの香りを暗示してるのかと思って、はい、同じ方からありがとうございます。パラダイムトリガーだ、マジで嬉しい。うん、これめちゃめちゃ貴重よ。まだある。ね、ポケモンカードを始めようキャンペーンのプロモカードパックか。 ありがとうございます。これプロモカードと、あ、これお手紙読ませていただきます。ちゃんとあったよ、めぐりずめ。全然隠さずに入ってなかったね。普通にあったよ。2箱目ラスト、奈々子さん2個これご出演おめでとうございます。こちらぬすけ先輩に渡していただけると嬉しいですって。ありがとうございます。なんだろうね、めぐりずめ。いやいや、きしめんですね。宮きしめん、めっちゃいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。嬉しい、名古屋名物の地元の。はい、じゃあこっちは先輩の。ありがとうございます。はい。ん、なんだ、変な手触りがするな。あら、ほんとだ。おーい、おーい。やっぱり俺の感覚は合ってたんだ。なんかめぐりずも俺もだんだん分かってきたぞ。なんかフォースみたいなのを感じたんだよ。柚子の匂い感じた。柚子、うん、香ってきたもん今。ふんわりと柑橘系の完熟柚子の香りが。完熟だった。おー、見逃さねえからな。2箱目は以上だ。おー、以上。はい、じゃあ続きまして3箱目に移っていきましょう、はい、一旦片付けるよね。一旦片付けます。はい。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。